予定の時刻となりましたので定例記者会見を始めたいと思います。12時終了の予定ですので円滑な進行にご協力をお願いいたします。資料の確認をします。次第と資料1から3をまとめたものが一部、広報補佐の10月号が一部、10月のような行事予定の資料が一部、情報提供資料として取れたものが一部、以上でございます。よろしいでしょうか。まず市長からご挨拶させていただき、そのまま続けて資料の説明をした後でまとめて質問をお受けいたします。その後で2番目の案件の荒井関所の体験型アプリのデモを行う予定ですので、会見自体は少し早めに締めさせていただきます。ご協力ください。それでは市長お願いします。はい、それでは始めさせていただきます。この辺はまだそうでもなかったんですけど、台風15号がまだ千葉の方では影響が残ってまして、あれよく考えたらちょうど去年の今頃はこの辺も停電が長引いたりとか10月の頭でしたけど、まだ台風もこれから来るかもしれないですし、やっぱり平時からこういった災害というか防災自体は自助共助、もちろん公助もですけれどもしておかなければいけないなっていうのは本当に今回思ったところです。朝夕だいぶこれで涼しくなって秋に向かうのかなとは思いますけれども、秋祭りの時期にもなりますんで、皆さんと楽しみながらですね、平時からそういった防災の備えもしておかなければいけないなと思った次第です。では、発表事項が3点と、あとで情報提供も含めて少しお話をさせていただきますけれども、まずはじゃあ順番に1番目1枚おめくりいただきますと、これは何回か事前にもお話をさせていただきました10月から新しくスタートする定住促進の奨励金です。スモッカ5歳の、定住促進奨励金ということで、いよいよ来月からですねスタートをさせていただきます。改めてですけれども、概要のところにあります通り、やはり湖西市が今6万人人口いますけれども、昼間の人口は7万人と1万人ぐらい昼と夜の人口の差があるということで、ここをですねどうしても少しでも昼夜間人口の差を埋めて定住促進、そして植樹近接によって人口の減少を食い止めるというような狙いでですね、発表してから約1年弱ぐらいになりますけれども、さまざまなアンケートだとか職員の皆さんに構想を練っていただきまして、いよいよ来月からスモッカ湖西定住促進ということで奨励金を最大100万円ということでスタートをさせていただきます。交付金額3番目にありますけれども、やはり市内で、アパートから一戸建てやマンションに移られる方、市外からこう移住してきていただく方、さまざまなこれオプションもついていて、最高が100万円ということになりますけれども、先般の市議会等でも質問をいただいた通り、プラスですね、中古の住宅、空き家の活用等々も含めて活用とさせていただきますけれども、4番目のその他にある通り、ここは2枚目以降にチラシもありますので、そこをご参照いただければと思いますけれども、中古住宅に関しては空き家バンクに登録している場合には補助金額もかさ上げするというような空き家バンクの活用も促させていただいてますので、さまざまな制度を組み合わせてですね、やはり湖西市の定住の促進、植樹近接、そして持続可能な発展につなげていきたいというのがこの狙いでありまして、もちろんこれは100万円があるから湖西市に住むということではなくて、本来は子育ての支援が充実している、子育てがしやすいとかですね、身近なところで病院にかかりやすいだとか、そういった本来のですね、行政サービス、環境面だとか道路インフラももちろんそうですけれども、そういったところを湖西市としての居住環境がいいというふうにつなげていきたいと思っていますので、これはあくまでもですね、湖西にしようか浜松にしようか豊橋にしようか、そうやって、比較考慮をされている方のですね、一つのきっかけにしていただければというふうに思っています。ぜひ来月10月からいよいよスタートしますので、多くの方にご利用いただいて定住促進につながればと思っています。それでは次の2枚ぐらいおめくりいただいて、資料の2番目ですね、冒頭鈴木室長の方からもありましたけれども、新井関所の VR ということで、後でタブレットのですね、デモンストレーションをやっていただきますけれども、今回今はですね、新井関所前未来の湖西の調査事業で VR のスマホでできるですね、 VR を今導入させていただきましたけれども、今回さらにですね、タブレットで見られる、
新井関所の VR というものをスタートさせていただきます。1枚下にですね、この新井関所の今度10月6日にですね、特別見学会を実施しますので、詳細はこちらにというふうに思いますし、今日タブレットでですね、関係の皆さんに体験いただければと思いますけれども、私も一度見させていただきましたけれども、かなりこのタブレットを開くと、関所に行ってタブレットを開くとですね、昔の関所の風景だとか、その説明が広がってきますので、この再現された江戸時代のですね、関所の風景、そして雰囲気を感じ取っていただいて、ぜひお子さんたちだとか、リピーターだとか、そういったものにつなげてですね、関所の活用、観光振興等々にですね、つなげていきたいというふうに考えています。10月6日はぜひですね、これを多くの方に体験いただきたいというふうに思ってますので、この県のイベントとコラボレーションしながらですね、この VR のお披露目を一般の方々にもしたいと考えています。後でぜひですね、デモンストレーションをご体験いただければと思っております。そして3番目がですね、2枚ぐらいおめくりいただいて、浜名湖電装とこうちゃんバスのコラボレーションをしたラッピングバスということで、これも10月1日来月からですけれども、いわゆるこうちゃんバスのですね、入出新庄鷲津線、これは入出の招待寺と湖西病院とを往復するこうちゃんバスになりますけれども、これをですね、浜名湖電装さんにラッピングしていただいて、10月からバスを走らせるということになりました。2番目の経緯というところに少し書かせていただきましたけれども、特に朝夕ですね、浜名湖電装さんに通われる社員の方がこのこうちゃんバスを通勤に活用されてるんですけれども、人数が結構多いもんですから乗り切れないということがあって、で、今こうちゃんバスを運行していただいている浜松バスさんとも協議をして、バスを大型化、ここに書いてあるとおり、今までは33人の定員のところを57人定員のバスを走らせるということになりました。さらにこの大型化プラス浜名湖電装さんがこのラッピングのですね、費用負担もしていただきまして、このラッピングバスを来月から走らせていただきます。3番目にある通り、9月の30日、来週ですね、来週の月曜日にこのラッピングのお披露目を浜名湖電装さんの本社前でやらせていただきますので、まずそこで皆さんにお披露目をさせていただいて、翌日の10月1日から運行をスタートするということになっていますので、もちろん浜名湖電装さんの社員はもちろんですけれども、多くの市民の方にですね、これを機にこうちゃんバスにも親しんでいただいたり、活用していただければというふうに考えています。発表事項は以上3点ですけれども、その下にですね、情報提供資料として何点か付けさせていただきました。簡単に少しだけ触れさせていただきますと、上の2枚ぐらいですね、今週末、もうあさって9月29日の日曜日ですけれども、動物愛護のフェスティバルと毎年やっているですね、秋の環境緑化フェアということで、花の苗の販売や配布、堆肥の配布等々もですね、例年と同様にですね、天気が晴れてくれるといいなと思ってますけれども、これと今回動物愛護のフェスティバルが県内の今年湖西市で開催ということですね、この両者をですね、コラボレーションして29日の日曜日に開催という運びになりましたので、ぜひ大勢の方々にご来場いただければというふうに思っています。あとですね、少し飛ばして一番最後から2番目に湖西病院の医師の赴任についてということで、もう10月1日付の人事ですので、一応今回発表させていただいてます。今は内示段階ですけれども、10月の1日からここにある通り、私立湖西病院に新しいドクター、お医者さんですね、が赴任されます。ここに書いてありますが、氏名は大貫義則さん、60歳で、10月1日来月から、来月1日付で、着任ということになります。診療科目は外科のドクターで、副院長として、就任いただきます。で、今は菊川の病院の方に勤務されてるんですけれども、経歴にある通り、もともと湖西病院にも勤務を長いことされていた方で、ここには書いてありませんが、湖西市にお住まいの方でもありますので、いろんな関係者の方々とですね、お願いをしたり協議させていただきながら、今回10月から着任赴任ということになりましたんで、特に外科のドクターですので、オペ、手術とかですね、そういった救急も含めてですね、
湖西病院での診療の充実というものにつながるでしょうし、経営の改善にもつながることを期待をしているところです。あと少しこれも以前に触れたことがありますけれども、浜松の医療センターがありますけれども、ここにいらっしゃる運の院長ともご同期でいらっしゃいますので、今もう事前にですね、さまざまな方とも今協議をさせていただいてますけれども、浜松の医療センターともですね、大貫先生の赴任をさらなるきっかけにして、やはり医療の役割分担だとか高度急性期みたいなものはどうしてもお願いせざるを得ない部分があろうかと思いますけれども、地域の開業医さんと湖西病院、そして湖西病院から高度急性期の医療センターであったりという連携を強化していく、さらには助産所の構想ですね、前の市議会でも少しありましたけれども、こういった助産所、そして家庭医の活用みたいなこと、そして高度急性期、やはり産婦人科は今この二次医療圏、湖西市、浜松市では浜松の医療センターがこういった拠点となっているのは、産婦人科の拠点となっているのは間違いないですので、そこと連携をしながら普通分娩ができたりだとか、働いている方や例えばお子さんが小さくて検診などを遠くまで行くのは辛いという方々が湖西市内で、助産所で検診をしたり普通分娩ができたりするというようなことをですね、もちろん時間はこれからですのでかかるかもしれませんけれども、そういったことを順次前に進められたらということで期待をしております。ちょうどこの医師の赴任について今日発表がありましたし、報道がありましたんで、プラス少し湖西病院に関してコメントさせていただきますけれども、昨日ぐらいからの報道で厚労省が発表したいわゆる公立病院の再編だとか統合だというのがですね、前から議論はされてきて、昨日の厚労省のワーキングでしたかで発表されましたけれども、このいわゆる地域医療構想だとか二次医療圏だとか、今回の報道についても象徴しておりますけれども、これはあくまでも厚労省がいろんなオペ手術のデータだとかですね、件数だとか、そういったいわゆるデータに基づいての通知だというふうに認識を聞いてますので、まずこれそのものをすぐにこのまま受け入れるかということは、それはやや受け入れがたいかなというふうに思っています。あくまでもやっぱり湖西病院というものが湖西市においては地域医療の中核でありますし、やはり地域の住民の皆さんの、じゃあ湖西病院がなくなってしまうんじゃないかということに関しては不安を払拭しないといけないと思っていますので、今までもうすでにですね、多分今回の厚労省の発表したデータの中には反映されてませんけれども、直近でも診療科目を見直した、例えば心臓血管外科や呼吸器外科を削減したりだとかですね、そういった診療科目の見直しはすでに今年から行っていますし、直近でも地域包括ケア病床だとか病棟に向けてのですね、まずは地域包括ケア病床ということで創設をして、急性期だけからですね、これからはやはり回復期、リハビリなどのそういったケアにつなげていくというような地域包括ケア、ケアシステムの構築に向けてのですね、病床を開設しましたので、そういったところももうすでに取り組んでいるということであったり、今月からは地域連携外来ということで地域の開業医さんとも連携をして、オペを例えば医療センターや政令などで行った後にですね、湖西病院でも受け入れたりだとか、そういったものもですね、連携を地域の開業医さんや高度急性期の病院とも始めていますので、そういった直近の状況がですね、このややデータだけを見た厚労省の発表からはですね、直近の湖西病院の状況は反映されてないではないかなというふうに考えています。やはり診療科目の中身だとか、今日の報道にもありましたけれども、ベッド数の削減だとか、そういったものはですね、当然湖西病院としても普段に見直しは行っていかなければならないと思ってますけれども、少なくともですね、現時点でじゃあどっかと再編しますよとか統合しますよということは考えておりませんし、やはりこの湖西市の地域医療の中核として運営を継続していくという大方針は全く変わりませんので、そこは誤解のないようにですね、今回の報道を受けて何か変わりましたということではないということはですね、この機会ですので申し上げておきたいというふうに思っていますし、もちろん厚労省や国の方に対してはですね、静岡県の方とも連携をしながらですね、今回の発表とか来年9月まででしたが、こういった今回の厚労省からの提示に対して返答なり方針をということは聞いてますので、対応というか、場合によっては反論もあるかもしれませんけれども、対応をしていきたいなと思っていますし、全く今湖西病院が何か統合とか再編するかということは
ないということは申し上げておいて、先ほど言ったような浜松医療センターであるとか、当然ながら診療科目としての連携は深めていきたいなというふうに思っております。すみません、ちょっと長くなりましたが、最後に一番下の情報提供で10月1日、これ毎年ですけれども、湖西市の表彰を今年も行わせていただきます。8組といいますか、7名と1組といいますか、団体も含めてですね、8社の皆さんにですね、湖西市表彰ということでさせていただく予定ですので、あくまでもこれは公表というか個別のことはですね、10月1日の表彰終了後ということで予定をしてますので、報道に関してもですね、そこはご理解をいただければと思っております。僕の方からは以上です。はい、説明が終わりました。質問があればお願いいたします。はい、どうぞ。じゃあ、その湖西病院の話で、はい、副院長というお立場に大貫さんはおられる、はい、今まで副院長の立場はすいませんあったのかありました、2名、病院内か2名だったと認識してますが、はい、ちょっと違ってたらすいません、一応そこは、はい、今までも副院長はいらっしゃいます。そのお二人の方と変わるのか、どういうようなこれ副院長の人事としては変わる、新たに副院長、誰かが辞めるとかそういうことではありません。今回は1名増加ということですので、プラス副院長としての役職が追加されるというふうに聞いています。副院長が3人と聞いてます。はい。先ほどのお話だと、その浜松医療センターの院長さんとも同期でいらっしゃるということなので、やっぱり期待されることとすると、そういったパイプ役のような、はい、高瀬連携を強化していくということを期待していらっしゃるということですか。そうですね、そこはもともとっていうか、今回のこの、着任自体は10月1日からですけれども、今までのここに来るまでの過程でもですね、そういったことも含めて、雲野院長の方も浜松医大のご出身でもありますし、大貫さんもそうですけれども、浜松医大ともそういう話をしながらですね、どうしても地理的にも湖西病院からとか湖西市からは浜松の中では医療センターが一番高度急性期の中では地理的にも近いですし、連携をお願いすることも多いかと思いますので、そこは浜松医大も含めた3社でですね、話し合いをしながら、診療科目も含めてですね、役割分担や連携は深めていきたいと思ってます。先ほどの再編統合についての話は、はい、前にプラン、改革プランの変化になって、はい、長期的な見直しの話もあったと思うんですが、ああいった病室、地域包括ケア病室から病棟に変わって、はい、最終的には産業医療体制に戻すという話は、はい、今回話を受けても特に変わりはないということです。変わりはありません。もちろん厚労省の中で言っていた日本全国の中でのベッド数の削減とか、それは方向としてはあるべき方向かなと思っていますけれども、やっぱり地域ごとに実態を見てですね、じゃあ湖西病院も今196をフルに戻すのか、一定の病床数までにとどめるのかっていうのは、これからそのまさに地域包括ケア病床の稼働だとか、他の診療科目も含めての問題だと思ってますので、今だから196まで確実に戻しますということでもないですし、そこは中長期的に考えていきたいと思っています。今の6月から始まった地域包括ケア病床については、今現時点ではどのような活用といいますか、その需要というのはどのように稼働されているのか。10床が。基本的には今6床とか7床ぐらいの稼働率でっていうのは、この前報告いただきましたけれども、これからそれこそやっと、なかなかすぐにじゃあ該当者がいますよっていうわけでもないですから、浜松医大だとか医療センターももちろんそうですけれども、そういったところのドクターとかにですね、周知だとかを進めているところですので、もちろんその遠くに住んでいる方が湖西病院に行ってるのはなかなか行かないので、湖西市民の方が例えば医療センターだったり浜松医大で手術を受けられて、その後のケア、リハビリとか、そういったものが湖西病院でやるのが適しているという方がいらっしゃったら、ぜひ紹介してくださいということで、そういうような需要をですね、これから少しずつでも増えていくといいなと思っています。今は例えば院内でそういうふうな、例えば入院患者の中で地域包括的なところがいいんじゃないかっていう人を受け入れてますので、そこは順調に滑り出しているというふうに聞いています。現在は院内からその、一時的な急性期の医療が終わった方を、はい、そちらに移して、そうですね、はい、本当は、外部からそういった、浜松であったり、豊橋であったりっていうのを、受け入れるっていうのが本当は理想っていうことで
そうですね、はいはい、まあ、そういう方も受け入れていくっていうことですよね。あの湖西病院でオペを受けられる方ばかりではないでしょうから、はい、物とか院内からではあるが順調には進められる、はいはい、はい、どうぞ。今の病院に関連してなんですけど、はい、国のその通知があったかと思うんですけども、はい、あれってその個別の例えば火災病院はこういう理由で今回該当病院として含みましたっていうその理由は個別に通知されてるんですか？詳細はまだ聞いていません。まだ来たばっかりだという。今朝まさにですね、まあ、報道もありましたし、今朝湖西病院だとか健康福祉部など関係者とも打ち合わせを行いましたけれども、まだちょっとそこの国からの通知の詳細までは担当部局でも確認をしていないので、そこは分析する必要があるかなと思っています。あとですね、はい、国からもその9月までに何かしらの検討というふうに言われていたと思います。来年9月ですね、はいはい、それに向けて何か、まあ、先ほどもおっしゃったんですが、変えることがあるのか、あるいはどういう変更をするのかって、そのあたりは今のところですか？まあ、今それこそ詳細がどういうことかを分析する必要はあるかと思ってますけど、先ほど申し上げた通り、もうすでにですね、湖西病院のやっぱ診療科目の見直しだとか経営改善の観点からの取り組みもすでに始めているし、そこが多分今回直近の状況をですね、まさに6月から始めたばっかりのものだとかっていうのは、きっと個別のそういったものまでは国はもう本当に日本全国の病院を見てるわけですから、そこまではデータとしてだけで個別の実態は見てないでしょうから、そういったものをちゃんと、まあ、県を通じてかもしれませんけれども、今の地域包括ケアの取り組みだとか地域連携外来だとか診療科目を見直してますよっていうようなことをですね、我々も診療科目の充実、今医療の充実だとか地域医療の充実と経営改善ということの実態をですね、今やってます、これからもこうやっていきます、地域包括ケア病床から病棟にしていきますと。だからまさに国が言ってるような急性期ばっかりから回復期とかリハビリとかそっちの方に行きなさいよっていうこともすでにやってるわけですから、そこをもう我々はすでにやってますと。もちろんそのベッド数だとかそれがじゃあ適正規模がどれぐらいかっていう議論はあるかもしれませんけれども、ちゃんと中身としてはもうやってるんですよということはですね、ちゃんと訴えていきたいと思っています。じゃあこれまでこの計画したプランを、はい、継続していくっていう、湖西病院の経営方針としては、まあ、経営改善の方針だとか医療機能に関しては全く今何か変えるということは予定していません、はい、他にございますか？今月会が一人増えることになって、はい、なんかあれがよくひどくなるというか、診療時間が長くなるとか、そういったことはない？診療時間はさすがに変わりませんけれども、ドクターが増えるっていうことはやっぱりなんて言うんでしょう、できるオペの量だとか患者さんを見れる数っていうのは増えていくでしょうから、そこは当然医療なんていうかね、まあ、地域医療の充実プラス経営改善の両面がすごく期待できるというのは、特に外科のドクターでオペができるということは大きいかなというふうに思っていますし、先ほど申し上げたさらにその医療センターとの連携だとか、そういった付加価値的な部分も大貫さんにはですね期待をしているので、その両面を期待しています。ちょっと助産上の話が出てたんですけど、はい、大貫さんが助産上の担当になるっていうわけではない？まあ、私は一人でっていうのはなかなか、これは市全体として行政部局も含めてですね、あとは助産師さんも必要になってきますし、湖西病院の中でできるのか別の場所なのかも含めてだとは思ってますけれども、大貫さんにっていう部分はやはり浜松の医療センターで産婦人科がこう大きくあってですね、そこで例えば湖西病院なり、まあ湖西病院の中だったとすれば、湖西病院の中の助産助施設で検診はできるけれども、普通分娩はできるけれども、何かあった場合にはですね、早いうちから医療センターに行っていただくとか、その辺の受け入れ体制も含めて医療センターとの連携は今より強化しないといけないと思ってますので、そういった観点からは期待をしています。外科医は何になるんですか、一人で？ごめんなさい、手元に資料がないので、じゃあそこは後で分かったらお知らせします。どうですか？なければ締めたいと思います。
それでは、これで一旦会見を終了します。詳細の確認が必要な場合は、直接担当部署にご確認をお願いします。また、お最新表彰者に関しましては、10月1日の表彰式終了後の公表解禁を厳守していただきたいと思います。それではこれで、記者会見は終了しますが、その後、デモを行いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。